国道410号、木更津市菅尾白浜フラワーパーク付近国道410号とは、千葉県立山市を起点とし、千葉県木更津市を終点とする一般国道である。立山市街地から、房総半島の南端を海岸に沿って周回し、半島の中央の丘陵地帯を南北に縦断して、木更津市街地に至る路線、房総半島の背骨の道とも称され、海岸沿いから、 山間部を縦貫する。山間部の一部では、道が狭く、沿線住民の生活道路及び林業者の通勤道路として機能している。また、君津市、久留里木空図館は、ほぼ JR 久留里線と道路が並行し、立山自動車道や、首都圏中央連絡自動車道及び、東京湾、アクアライン連絡道など、千葉県の主要高速道路にアクセスする重要な幹線道路となっていて、 袖ヶ浦インターチェンジ、木更津北インターチェンジ、木更津東インターチェンジで相互に結ばれる。1981年4月30日政令第百153号により、1982年4月1日付で、一般国道4 1十号が制定施行された。国道4 1十号、千葉県君津市、広岡房総半島を縦貫して、海や、 お花畑の観光地にもなっている南房総を目指すドライバーの抜け道によく利用されている。房総半島の山間部はかつてすれ違いないほど狭い未改良の道が続き、俗に言うひど道の一つにも数えられてきたが、現在多くの区間が2車線に拡幅改良されていて、君津市広岡から大戸見にかけて一部狭いな区間を3キロメ広岡の松岡集落から クルリ街道まで続く、京愛区間については、松岡から南東へ向かい大戸見のクルリ街道へと接続する、元来指定されてきた国道465号と徴用するルートと、松岡集落より北へ向かい一佐松岡駅前を通過して、踏切を渡り、クルリ街道まで近道で接続する国道410号単独のルートの2通りのルートに分かれる。特に前者は、 1902年開通で、日本で2番目に古い現役素りトンネルである四町作、第一水道を通る大型車が通行できない、細道で、クルリ街道から分岐して、松岡集落方面に侵入するところは、鋭角ターンとなるようなルートをたどっており、国道を示す案内標識も設置されていない、四町作第一水道の西側で国道415原道と、JR クルリ線を、 暴走給料の自然地形の尾根でひとまたぎする JR 久留里駅の西側に国道区間になっている広岡を迂回するバイパス道路を整備中で千葉県道145号との交差点から南側は国道バイパスの孤立区間になっている久留里から木更津にかけて久留里街道と暴走横断道路の一部を踏襲しており首都圏中央連絡自動車道や東京湾 アクアライン連絡道に伴う国道410号のバイパス道路が整備され改装路になっている。道の駅、編集トンネル、編集訓過もトンネルの鴨川市側の高校トンネルは、境愛で危険なものが多く、改良工事が行われている区間もある。橋梁、編集、ハット ABCDEFG2015 年4月1日、現在、ありがとうございます。